どうも影アンです今日はですねメリハリメリハリは大切ということについてお話しさせていただきたいと思いますそうですねあのー、何かをこうやっていく続けていくっていうことはですねメリハリを大切にしていくことがこう重要になってくるんじゃないかなというふうに考えております例えばだから仕事であっ ででもですねダイエットということであってもですね、えー、自分のことで言いますとですね、えー、仕事が週6日あってですね1日休みと1日、えー、僕の場合で言うと木曜日が休みなんですけどもこのサイクルがあるからこそその6日間がこう集中してできるというこれが永遠にね休みなく続いてるとですねなかなかちょっと大変こう精神的にも肉体的にもちょっとしんどい状態になるんですけどもその何ていうんですかその。 メリハリリハとといいうかかでですすすねねズム言まそういうことがこう大事になってくるとで仕事では皆さんできてると思うんですけど他のことになるとそれをしない、えー、状態になってしまう確かにその仕事というのはですねそのやらないとたちまち困ってしまうんですねそのそのお給料をもらわないとあのー 困る生活に困っていくんでそこはこう強制的にこうメリハリというかそのリズムをつけるというかそういう状態になっていっているんですねだからその仕事ができて例えばダイエットやとそれができないっていうのは、えー、ちょっとねそこまで本気じゃないというところもあるんかもしれないんですけども同じように当てはめていくとですねそれができていくというふうに思うんですね。例えばその、まあ 例えば健康をそういう仕事はリズムをつけてまあ休みもあってそれを繰り返してできるっていうで自分の体の健康づくりであれば、えー、例えば週1回のジョギングをするとで週2日家でストレッチするとかそういうふうにこう決めていったらですねあのそれをリズムつけてやっていけばですねそのまあ1ヶ月ぐらいそれをやっていくと習慣になっていくんでこうできるようになるという。 ことですね、うん、だからその、えー、どういうんですかね、うん、僕も空手に今ちょっと、えー、こう熱中してやってるとちょっと今暑いんでちょっとバテ気味なんでバテるっていうかなんかこう、えー、そうですねしんどい感じもあるんですけどもその道場の稽古に関しては、えー、週2回ですね金曜日と火曜日こう いくというそういうリズムになっているんですねでそういうふうにそれがね傾向、えー、が毎日あるとなるとなかなかちょっと大変かなというふうには思うんですね、まあ、先生とかの場合はちょっと毎日に近い状態で教えてはるんですけどもその、まあ、練習家での練習はまあ別,別というかそれもね、あのー、僕は休日は休むんです。で基本的に僕は水曜曜日日と木曜日 はえー、な体を休めるというかそんなに、えー、積極的には動かない、えー、勉強に関してもですね、えー、木曜日はなもうほぼしないような状態、うん、そういうふうにこう自分をそこで解放するというか、えー、そういう状態を作ることですねそういう,うリズムをつけることによってですねあのずっとこう続けていけるかなというふうにで取り組んでいくい生き長く取り組んでいくにはそういうことができるんかなというふうに思ったりはしてますね。うん、そうです あのだからブログとかでもですね、えー、水曜日に2日分書いてで木曜日はもう書かないとそういう頭を使うことをなるべくしないようにするというか、えー、休めるというかね、えー、そういう状態にしていくということで,です、ね、そのリズムを作っていく。 メリハリがやっぱり大切かなと、いろいろそれをね、だからね自分のやることに当てはめていって、そのリズムをつけて休む時をつけていったらいいんですよね。星は絶対無理なくだいたいできるようになると思うんですよ。だいたいというかそれが本当にやりたいものであればずっとそのリズムをつけていってメリハリをつけていったら続けることができるようになるという風に僕は感じます。そういう風にしていろいろ僕はあのいろんなことをこうやっていっているという、えー、状態であります。ほんで無理をしないっていうかねその。 やりすぎないっていうのがこうベースにあってですねそのベースに持ちながら、えー、いろんなことをやっていくとでメリハリをつけてやっていくっていう形でですね、うん、で無理をどっかするとですねそこのその無理からちょっとこうそのことを離れそこのことから離れてしまう状態になってしまうっていうことがあるんで一旦ちょっと今日はやめとこうかって思ったらもうやめてしまえばいいと。 でまた明明日日からとか明後日かららとと後やっていくといくう状態。そこでずっとずるずる行くっていかあのやらない状態になるようなそれはもともとそこまでやりたい取り組みたいことではなかったんじゃないかなというふうに感じるんですね。うん、ということでですね今日は、えー、メリハリは大切ということについてお話しさせていただきました。では今日もよっしゃでいきましょうどうもありがとうございます